こちらがセックスポットリベンジさんのお店になります。セックスポットさんのお店は、原宿に2店舗あるんですけれども、こちらのお店は、よりパンク色が強いお店になっているので中を見ていきたいと思います。ですね、こういうダメージ系のデニムがいかにもパンクですって感じのデニムが置いてあったりとか、あとこのつなぎわかるんですかね、つなぎとかがこれすごい流行ってるんで、色違いとかもあってとってもおすすめです。あとは羽目のだとこんなのが置いてあったり、重ね着してもすごい可愛いんじゃないかなという、多分これ女子が着ても男子が着ても派手系ファッションでいける感じです。ですね、いろいろコラボ T シャツとかも出してるんですけれども、こちらがゴールデンボンバーさんというビジュアル系バンドになるんですかね、とのコラボ T シャツになってます。とっても着やすいと思います。そしてですね、これまあ色違いもあるんですけれども、このわかるのかな、ガチャピンムックコラボ、これは自分たちも雑誌ケラっていう雑誌でも着てるぐらいの人気です。ですね、こちらがサルエルパンツですね。今日本でとっても流行っています。こういうヒョウ柄のサルエルパンツ、こういうのも色違いもいろいろ売ってるのでぜひ見てみてください。そしてですね、こちらがカスタム T シャツです。セックスポットさんはデニムにしても T シャツにしてもこうカスタムものが出てるのでとっても自分的には好きです。こちらのリング、これ革なんですかね、できてるんですけれども、こうセックスポットさんの名前が入っていて、これも雑誌でよく使うアイテムでもあるので、これたくさん色があるんですね、いろんな色があるので、これを重ね付けするのが最近のケラモたちのモデルたちの流行りです。こちらがセックスポットリベンジ東京店さんです。こちらがサンバイザー、こう頭を出して被るものになりますね。これは自分もよく愛用しているセックスポットさんのサンバイザーです。そしてですね、こちらが T シャツ、いろんな種類があります。そして向こうが東京店さんのオリジナルの T シャツになるそうです。限定の T シャツだそうです。すごい、東京まで来れないという方はニューヨークの東京レーベルでもお買い求めいただけるので、皆さんぜひぜひ見てみてください。